トーナメントバトル開幕記念密着パラドックスライブファーストラウンドレイジ。こそ今回完全な光対闇っていう構図がどういう風になんか皆さんのところに届くのか、まだビスティの曲は聴いていないんですけれども、すごくビスティらしい曲だというのを聞いて、だとするともう完全に正反対ですから、ビスティのメンバー彼らが、作中で言ってるのと全く同じ気持ちです。はあ、コズメズか、なんかこんなところにまで試練を置かなくてもいいじゃないかなと親心ながらに思いました。本当にザ・アイドル、その中にもちろん自分たちに強い心はありつつも、その怒りだったりとかモヤモヤをやっぱ素直に出さない、勝ちたいですね。やっぱりミスティを応援してくれてるステラの人たちのために、やっぱりね、負けちゃいけないんですよ。もちろん負けたくない、勝ちたいっていう思いは強いですけど、でもどっちのテイストがあのヘッズの皆さんに響くのかっていう、もう本当に今まで以上にヘッズの方たち任せだな。はい、何ていくか、はい、お願いします。今日も経験済み、どんな場所にいたってずっと We're from the streets、 光の見えない。結構コズメズに関して海外で流行ってるような最新のサウンドでオーダーを受けることが多いんですよ。まあ、それを知らない人たちが聴いてもいい曲じゃんって言えるように、どうやって料理するのかみたいなところは僕の中でこだわっているところですね。まあ、それでいて最新のヒップホップ聴いてる方々が聴いても、おすごいね、さすがだね、あのサウンド取り入れたんだねって言ってもらえるような、そんな風に意識しています。これトット化していただいて、はい、もうワンテイク、はい、お願いします。本当の痛みなんて知らずに生きがって、本物語るなんてこの先は通用しないぜ。クリックフラップ今ステップバック、その感覚じゃ too bad、 Watch your back もう瞬殺、この場所じゃ不合格。なんかこのコズメズっていうグループこそ本当に僕の知ってるヒップホップのなんかど真ん中みたいな環境で育ったグループだなと思っていて、すごく真っ当なことやってんなと思ってますね、コズメズに関しては。テーマがレイジ、怒りということで、まあこれはコズメズは得意分野だろうなと。なんか怒りの中にある貫禄というか、むしろなんか俺たちはこうだったのを乗り越えてるけど、お前ら本当にそれで俺たちに勝てるのっていう、どちらかというと対戦相手に対する煽りを成分がすごく強くて、なんかあ、これがコズメズなんだなっていう、スタイリッシュな怒りを結構目の当たりにすることができるんじゃないかな。結構ヒップホップのシーンって広がっていきながらもやっぱ閉鎖的な意見を持ってる人もいたりなんかもするんで、まあ、そういった意見はあるんだろうなと思いますけど、でもやっぱり常に今あるものを繰り返しやっていても仕方ないなと僕は思っているんで、こうやって声優さんたちがやってくださったことで今までラップ聞かなかった人がラップに興味を持ってくれたらいいなと思いますし。お疲れ様でした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 。これ譜面ないじゃないですか、だからちょっと汲み取るのが大変。なるほど、じゃあ4いいやつちょっと聞かせてもらっていいですか。アイドル性があってすごくキラキラしてるグループなんですけど、このキラキラの中にも彼らのちょっと苦悩だったりっていうのをこう入れれるように作れていけたらいいなっていうのは心がけてます。なんかパキッパキッと したいみたいな。レッツゴーレッツゴー、おむずレッツゴーおむずえレッツゴー、もうちょっと短め意識でもいいのかもしれない。レッツゴー、あ、なるほどなるほど、はい、レッツゴー、うん、はい、バッチリです、ありがとうございます。はい、僕もできる限りなりきります。各キャラクターにキャラクターのその生い立ちだったりとか、こういう葛藤があってみたいなのをもらってたので、まあ、それを読みながらそのキャラクターに自分もちょっとなった気持ちでやるというか、ビスティだと個人的にカンタロウくんが一番ちょっと近いかなっていうのが自分があって、一番書くのが楽なんですけど、なんか
少し焦ってる感がある気もしなくもない気も。リズムですか、それは。違うのかな。多分でもリズムはいい感じ。なんなんですかね、気持ちちょっとこう、あの、いや、そんなちょっともたってるかなぐらいでいくと、多分グループが出たりするのかな。なるほど。ありのままの姿さらけ出すのは怖い。光に怯えてる自分がキラリ。でもキラキラなステラ僕ら待ってるから、がむしゃらにファイトファイト、格好なんて気にしない。嘘。最高です。本当ですか。もうとにかく教えてくれ。どんどん吸収させてくれっていう感じで今レコーディングをしているので、あのすごくありがたいなというか、あのおっしゃってくださることとかっていうのが、あの自分のどんどん血肉になっているんじゃないかっていうふうに思ってます。前回のフォーマイステラっていう曲よりちょっと、テンポも速くなって、曲調明るいんですけど、琴正吾が歌っているパートに関しては暗いですよね。言ってることが、コズメズとのドラマ部分も収録させていただいたときに、あ、なんかすごく今時の子っぽいなみたいな、その卑屈で自己肯定感が低くてっていうのがやっぱ歌にも表れてるんですけど、それでもそれでもっていう曲だと思うんで、すごくより身近に感じていただける存在なんじゃないかなって思います。あのラップラッパーでラップが上手い人でもやっぱりあのリズムとしてラップとして正しいだけで、悲しいことを歌ってるけど本当に悲しいこと伝わってくるのかなって言った時に、まああのプロのラッパーと呼ばれている方々でもあまりそれができてない人って多いと思うんですけど、お二人はその表現っていう面においては下手したらラッパーより上回ってるなと思います。僕が先にこう仮歌っていう形でお手本みたいな音源を作らせていただくんですけど、なんかそれ以上に自分たちのキャラクターを一つ乗せて、なんか一つ一つのラップをもっとセリフとして生きてる言葉にして返してくれるなっていう感覚はありますね。人が書いたこうラップを歌うって多分すごく難しいことなんだろうなって僕は個人的に思ってて、やっぱり人それぞれリズムの取り方だったりとか違うので、でもそれをこうちゃんとこう役にはめてできるのは本当にすごい才能豊かな人たちが集まってるんだなっていうのは現場に来てすごく思いました。生身の人間では表現できないストーリーを表現していけるっていうところが、ものすごく熱いところだなと思っていて、このアニメ×ラップ、ヒップホップってなんか日本でしか生まれなかった文化だなと思うし、きっと海外の人にも面白く見てもらえるだろうなと思っているんで、ライブに行ってもらえるとよりお客さんの熱量もすごいですし、ステージでパフォーマンスしてるアーティストもすごいので、あまりこういうコンテンツに馴染みのない方でも絶対楽しめるだろうなと思います。このチームたちが新曲出しますよ、それぞれのチームがって言った時にワクワクできるんじゃないかなと思うんですよ。いろんなバリエーションの楽曲が来るんだろうなっていう、そういう楽しみ方が僕音楽的にはあるなって思ってたりもするんですね。全員が全員こう勝ちに期待し、自分たちのユニット、自分たちのキャラクターが一番かっこいいなって多分思いながらこうお仕事に挑んでいるところがやっぱすごいしびれます。何よりも皆さんの投票、皆さんの思いで勝敗が決まるっていうのが、何よりも僕たちが熱量を込めて伝えた分だけ返ってくるっていうのをやっぱファーストの時にはすごく感じましたし、熱くないところを探すのが難しいんですけど、